おはようございます。小前です。結構暑さが厳しくなりましたね。湿度が高いですね、これだけ高いとやはり川のそばが来てくるんですね、先週末、川に行きました。あの川はちょっと1年ぶりで行ったので非常に心地よかったんですけども、少し寒かったですね。で、鳥の鳴き声が非常に心地よくて癒されました。そしてなんて言っても新しいギア、ベンチシートですね。これ本当に正解でしたね。で、この暑さなのでちょっと2週連続ですね、同じ川に行ってみたくて、最近は楽しみです。久々に登場のスタンダードプロジェクト、ダイソーの、おしゃれバージョンのショップですね。こちらで購入した300円ですけども、非常に心地です。芯はですねコンマ7という私の大好きな芯の太さ、そして私の大好きなもう一点グリップ付きですね。そしてもう一つこのカラーリング、本当に海外の商品っぽいカラーリングですよね。このキャンパスのグレーと、非常に相性がなかなかいいですよね。美しいです。少しテンションが上がります。今回は先を楽しむ、前回川で楽しむ、このベンチシート良かったですね。そして、今回この遠いという問題点をなんとこの後を楽しみでちょっと考えました。そして一気に走ってしまうのが疲れるので、中間地点で楽しみたいなと、一休みですね。これをちょっと、掲げて、今回も同じ場所に行ってみたいな。2週連続なんで、より前よりは、楽しみだと思いますね。2週続けて、の川ですね。なかなか同じ場所に2週続けるというのがないかな。もう、ちょっとこの暑さなので行ってみたいと思います。前回の後を楽しみで行った遠いので一休みということですね。これはちょっと計画的に、道中何かあれば一休みしましょうか。で、湯気で一番大切なのは何もしないというテーマ、これが一番大事かなと思います。どうしてもソロキャンプですとあれもしたいこれもしたいというのがどんどん欲張ってしまうんですよね。小さなタイムそうですよね。できるだけ何もしない、動画的にはどうかなと思うんですけども、何もしないシーンを、きっと映すかどうかを言っときまして、できるだけ、例えば、前回もそうですけども食事も、作らないで、近くの、あのお蕎麦屋さん非常に美味しかったですよね。また行ってみたいな。蕎麦お店の名前が、覚えていてくれれば嬉しいですね。そして、川ではですね何をしないんですけども、例えば、少しのつまみ、前回は、チーズセット、お気に入りのチーズセットで癒されましたが、もちろんコーヒーは作ります。
で、何もしない、本当に眺めるだけの、動画時間になるかもしれませんけども、この大切さ、もちろん YouTube なので何かをこう、アップしなければいけないとか、新しいギアとか、こういうキャンプの楽しみ方っていうのがあるかと思うんですが、私はちょっとそれよりも大事な、自分がどう癒されるかっていうことですね。それは何もしないという、今回ちょっとテーマで、いきたいと思います。これは周りの、例えば、犬がいるかもしれませんし、子供が戯れてるかもしれません、そういうのもちょっと眺めながらですね、鳥の鳴き声、前回すごかったですよね。癒されましたね。また、水の中に、何か生き物がいるかもしれません。動画的に、どう撮れるかちょっとあれですけども、何もしないでゆっくりと過ごすという川で過ごす、もうそろそろ暑さも、前回は寒かったので足はつけませんでしたけども、足を水につけたり、この足を水につけるだけでも非常に、心地よいんですが、本当に今回はこのベンチシートっていうのが正解だったので、ベンチシートと、コーヒーバッグですね。これはサイドテーブルなんですけども、この関係性がすごく心地いいですね。そうですね、この冷たいスープも、インスタントとか買っていきましょうかね。そうですね、本当に、できるだけ、動かずにこの場で居場所を見つけて何もしないというものをちょっと試みたいなと思いますね。皆さん、川までの距離いかがでしょうかね。今の私の家から2時間ぐらいかかるので本当に大変なんですよね。その道中で疲れが出ちゃうので、この川、もっともっと有効に楽しみたいなと思っています。もちろん和歌山の実家ですと本当に20分25分で着くので、川や山海とですね、道中が疲れないということで非常にいいんですよね。今回はちょっとこの何もしないというものを掲げてですね、楽しんでみたいと思います。はい、先を楽しむ、この書くことでですね、よりその週末の楽しみが少し倍増するかなと思っています。ぜひ皆さんも試してみてください。今回はですね、できるだけ何もしないでこのベンチシートをじっくりと味わって、少し、何かをすることをするんですね、どうしたいと思います。ちょっと想像するんですけども、鳥の鳴き声、あるいは多分暑いのでもう少し人の賑わいが増えるかなと思いますね。そういう人を眺めながら、ゆっくり、コーヒーをいただいたり、食事をしたりしてみたいという思いですね。この先を楽しむ、本当に書くことですね、次のテーマが見つかりますので、非常にぜひ皆さんもテーマを見つけてから出かけるとこれぜひおすすめです。今回ちょっと川、ちょっと頻度が多くなるかと思うんですけども、楽しみたいと思います。もしこの動画が良かったらチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画。